この日は淡路島へ。朝から晩まで淡路島を満喫したいと思います。ロードバイクの大会も4年ぶりに再開。朝から釣りを楽しんだ後はお昼ご飯を食べに洲本までやってきました。神戸から車で50分ほどで到着します。去年オープンされたハンバーガーのカフェへ向かいます。海沿いの道を走ってるとお店を発見。ドライブに最適。オープンすぐですが、すでに満席。列ができるほど人気店。水色と白を基調とした爽やかで島らしいおしゃれ感。メニューはこちら。ハンバーガーの種類がとっても豊富で迷っちゃう。横の方が頼まれてたロコモコ丼も美味しそうでした。久しぶりのハンバーガーで嬉しそう。大きな口を開けてパクリ。4種類のチーズのコクが癖になる美味しさ。大好きなチーズとハンバーガーを堪能できてにっこりです。分厚くカットされた淡路島玉ねぎが美味しそう。トロトロに焼かれた淡路玉ねぎがとっても甘い。肉肉しいパティと甘酸っぱいソースが美味しい。おすすめ。人気ナンバーワンのバーガー。ジューシーでガツッと男らしいお味。目玉焼きも入ってボリュームも満点。満足感あり。続いて向かったのはずっと行ってみたかったジェラートのお店。田んぼ道を迷いながら進むと看板を発見。以前お邪魔したアスナショコラさんにおすすめしていただいたお店、やっと来れました。お店の前にアジアンテイストなインテリアを使うお店。リノベーションされた古民家が素敵なジェラート屋さん。中に入るとおしゃれな異国感あふれる空間にうっとりするほど。とっても広々としてて奥には個室もありました。こちらの素敵なカウンターでゆっくりいただきます。メニューはこちら。可愛らしいショーケースは全種類食べたいくらい美味しそう。淡路島の搾りたての牛乳や季節のフルーツを使用したフレッシュなジェラート。盛り付けも可愛すぎる。飾り付けのワッフルとチョコレートも手作り。すべてにお店のこだわりが詰まってます。めちゃくちゃ濃厚で風味豊かなチョコ。中にはザクザクナッツが香ばしくって最高。息子も大興奮の美味しさ。爽やかシャーベットイチジクは優しい甘さに癒される。抹茶はまろやかでコク深い。今まで食べたことない感じ。バナナと黒糖の濃厚な甘さにナッツの香ばしさ。パッションは甘酸っぱくて夏らしい季節限定のお味。こだわりの素材で作られた新鮮ジェラートは味わい深くて最高。素敵な古民家の雰囲気にも癒されました。
続いて向かったのはイチジク狩りができる大坪だんだんファームさん。季節ごとにイチゴ狩りや芋掘り体験も。採れたて新鮮なイチジクは甘さが格別。完熟イチジク狩りを楽しめました。近くには採れたて卵の直売所北坂養鶏場さん。神戸のこだわりのお菓子屋さんがよく使用されている卵です。卵かけご飯にぴったり。濃厚な赤いもみじ卵と調理に最適なまろやかな白い桜卵、自宅用に購入。続いて妻のインタースグのタコせんべいの里さんへ。こちらは大人気の観光お土産スポットですよね。この日もすごい人。味のバリエーションが豊富で楽しい。こちらでお土産を購入しました。20種類ほどの試食もあって、好きな味を探してから買えるのが嬉しい。息子もいろんな味の試食ができて楽しそう。たくさん遊んだ後は淡路料理が楽しめるお店で夜ご飯を楽しんで帰ります。淡路市の一軒家レストラン。店内はカウンター、テーブル席、2階には個室があって、落ち着いた雰囲気の中、家族でゆっくりできます。メニューはこちら。名物の水煙蒸し。淡路牛をグツグツ水煙で蒸し焼きに。お好みでごまだれかポン酢でいただきます。淡路牛の赤身肉は柔らかく水煙蒸しで旨味がギュッと詰まってる。シラスはトロトロピチピチ新鮮で美味しい。下の淡路わかめとの相性抜群で海の幸を堪能できる。淡路鯛はプリンと食感、ごまだれの味付けが斬新な美味しさ。淡路の美味しいが詰まった丼です。2日間熟成させた淡路鯛に淡路産の卵が乗った丼。熟成された鯛は甘みと旨みがすごすぎ、卵黄と合わさりまろやかでとろける美味しさがたまらない。おすすめ。香ばしく淡路玉ねぎとホタテの甘みがめっちゃ美味しい。息子の一押し。土鍋で炊かれたご飯はもちもち、優しいお出汁の味わいが最高すぎる。名物のタコと合わさり絶品。淡路島の素材を最高の調理でいただけるお店。どの料理も想像を超える美味しさで大満足でした。次回は三宮グルメ。美味しいお店がたくさん入ってるビル、サンプラザセンタープラザのグルメ巡り。